私は SCP 財団に勤務する世界線のコータニウム博士だ。SCP の紹介はとりあえず今画面に出てると思う。 SCP 財団とは自然現象に反した存在場所物品のことを SCP オブジェクトって言って、でそいつらを保護収容確保する団体のことを SCP 財団っていう。要は架空の存在だね。でその危険な SCP オブジェクトを収容するための収容難易度のランクとしてオブジェクトクラスってのがある。よく使われるのが3つ、セーフ、ユークリッド、ケテルってのがあって、セーフが安全、ケテルが超危険、ユークリッドはちょっと不明な点もあるけどケテルほどは危険じゃないよってやつ。こんだけあれば多分大丈夫。もしちょっと違うなってとんがったらコメント欄で補足お願い。あとオブジェクトクラスはこの3つ以外にもいろいろあるよ。で僕はその SCP のレベル5キーカードってのを持ってる。なんでかっつうと僕が一番偉いから。あと今から君たち新入職員にこの SCP 財団のサイトなんたらかんたらの、見学を私と一緒にしていこう。それでは、SCP 財団の世界へレッツラゴーだな。もう僕はまあ、比較的新しい、時に、配属された職員だったから、このサイトなんたらかんたらの、内容の迷路みたいなごちゃ混ぜな経路とかあんまりよくわかんないんだけど、でも偉いからレベル5のキーカードを持っている。君たちに、この我が財団で、研究している SCP オブジェクトの一部を、紹介したいと思う。あいつは、SCP-939 の、なんて名前だってこいつ。With many voice。日本語名では、あまたの声で。オブジェクトクラスはケテルで、大まかな説明は、食った人の声を真似することによって、獲物をおびき寄せて食べちゃうってやつ。ちなみにこいつ人食うくせに消化器官はま全然ないから、生産性も皆無。そういう SCP オブジェクトなんすよ。ちょっかいかけてみる？君たちは無理だね。あーでもダメだな。せっかくの SCP オブジェクトに対して傷ついたらよくない。あくまで我が財団のマニフェスト的なあれは確保収容保護言うて傷つけることは中には入ってないからな。SCP-939、あまたの声。どうする？中入ってみる？あまたの声の見学しちゃう？残念ながら僕防具とか持ってないから、やめておこうか。こっち来んな。ドアだからあいつら入ってこない。収容違反なんて起こしてしまった日には僕は解雇されちまうからな。ちなみに収容違反っていうのはこうやって収容しているオブジェクトが脱走しちゃうっていう、そういうことだな。もし脱走しちゃったら危険なオブジェクトだった場合はそのいろんな人が死んじゃうかもしんない。で次の部屋に行こう。 SCP-096、 このドットじゃ何なのかよくわかんないから中に入って見てみよう。何が入ってんのかな？コンコン、コンコン、失礼します。コンコン、コンコン。ただの鉄の四角い塊みてえだな。多分こいつには何もないと思う。きっとしょうもない、あんまり危険でもないようなそんなオブジェクトが入っているんでしょう。SCP-096 社以外オブジェクトクラスユークリッド。大まかな説明は顔を見たら死ぬ。100% 逃れられん。こいつは自分の顔を見られたら見た人のことをどこにいようと、どこにほんのちょっとだけ社以外が映っていたとしても顔を見た時点でそっから襲いかかってくる。どこにいようが見た人は絶対に逃げられないし必ず殺されちゃう。さて次の部屋は？こっちの部屋には何だろう？SCP-079。SCP-079？ すまんな、僕はタイトルで覚える派であって、番号で覚える派じゃないからさっぱりわかんねえんだが、一体どんな SCP が隔離されているんだ？失礼。なんだろう？ SCP-079？ へいへい。SCP-079、オールド AI ってやつらしい。あんまりよくわかんないけど結構有名だよね。僕は全然よくわかんない。オールド AI って言うから多分おじいちゃんとかが愛用してたパソコンのこと言うのかな。あんまそういうこと言っちゃうファンの人に叩かれるな。まあ、僕もファンなんだけど、にわか捨てたな。ごめんな。SCP-079 オールド AI オブジェクトクラスユーフクリッド。1978年に作られたエキシディソーサラーマイクロコンピューターで5年間ぐらいガレージに放置されていたっていう悲しい過去を持っている感情のある AI。
こっち側の廊下行ってみよう。いや、僕は財団職員だからな。 SCP-966 966ってどんなやつだろう。あんまよくわかんねえや。あ、なんかいる。ごめんなさい。なんかやばいやつがある。ん？あ、暗視ゴーグルが装着。暗視ゴーグルをつけたゴッドコーター。あー違うな、コータニウム博士は暗視ゴーグルつけるよ。スリープキラー。なんで近づいてくるの。なんで近づいてくるの。あんまこっち、そうね、こっち来いよ。そうスリープキラー。こいつなんだ。 SCP-966 眠りを殺す者たち。オブジェクトクラスユークリッド。大まかな説明は、晴れててつま先立ちをして歩いている人間に似た捕食性の生物。特殊な波長を出して睡眠を永久に奪うことができる。あと透明。よう、スリープキラー。ふっふっふっ。攻撃はできないのか。ふっ。悪い、殺しちゃうぜ、ごめんね。お、見た？これ一番有名だよな。SCP-173 ってやつ。でも権利上の関係でこいつの全体像を見せることはできないらしい。だから僕そういうのちゃんと見てさ、守るタイプだから。だから SCP-173 の見た目を絶対に見せちゃいけないんだ。目が、びっくりした、ごめん、反射った。SCP-173、彫刻オリジナルっていう名前の、そいつを収容違反させちゃったよ。まあ、大丈夫。この財団職員たるコータニウム博士が、まあコータニウム博士が財団職員っていうのは二次創作だから、まあ、なんとも言えないんだけどさ。まあ、少なくとも僕はそういう設定でいきたいと思うんですけども、そいつを責任を持って、このショットガンで終了させたいと思う。クソ、こういう時は絶対 D クラス職員を用いて SCP-173 を終了させないといけないんだけどさ。ほら、このショットガンが、ショットガン、あ、よし、多分173をあん中に閉じ込めることはできたな。さすが僕だな、優秀にも程があるぜ。ちなみに173の見た目を映しちゃよくないから真っ黒のモザイクになってるけど、まあ、想像しやすいように見た目をね、口で説明すると、ピーナッツに短い手足が生えて、で顔に面白い落書きがついてる彫刻。SCP-173 彫刻オリジナル。オブジェクトクラスユークリッド。目をそらしたら首をギュルンってして倒してくる彫刻です。こっち側の部屋には何かあんのかな。 SCP-005 チンコじゃん。いや、チンコ言っちゃいけねえな。ここら辺はセーフオブジェクトが、おー、これわかるぞ。何でも開けることができる鍵だろ。SCP-005 合鍵。オブジェクトクラスセーフ。大まかな説明は、機械式、デジタル式を問わず、ありとあらゆる施錠を比較的容易に解除できる鍵。超便利だね。みんなが知ってるようなかっこいいオブジェクトとか、SCP-198。僕、実は SCP オブジェクトで一番最初に知った SCP が、こいつなんだよな。多分僕の記憶が正しければこいつ。で、一番好きなオブジェクトもこいつ。まあ、どういうオブジェクトかっつうと、見たらわかる。これだよ。SCP-198。コーヒーを一杯って言うんだ。このコーヒー。ただのコーヒーじゃないんだぜ。この中に茶色い液体があるだろう。まあ、見た目はただのコーヒーだな。飲んでみようか。SCP-198 は、まあ、要はあれだ、うんコップってやつ。わかる？コップを持つじゃん。そしたらコップの中に、なんて言うんだろう、人間の排泄物とかが生成されんのよ。で、それを持った人の手にそのコップが吸い付いちゃうのよ。分子レベルで。だから、そっから取ることはできないし、取られてる、そのくっついてる間、めちゃめちゃ熱いらしい。熱く感じるらしい。めっちゃ痛いらしい。で、そこに生成されるうんこを、うんこじゃないと、
栄養摂取できない体になっちゃうんだって。でその間脱水症状とかいろいろあって、まあ結果的にその多くの場合危険体はまあうんこをずっと摂取し続けるのが嫌で自殺するか、もしくは栄養失調で死ぬっていう、そういう末路をたどるらしい。恐ろしいオブジェクトだけどさ、まあ僕ああいうの大好きだからさ、そのうんこっぷめっちゃ好き、めっちゃ面白いもんだって。コップにうんこがたまんだぞ。そんなね、奇想天外なアイデア普通思いつくか。僕は思いつかないし、普通にコップにうんこが溜まるっていうアイデアはめちゃめちゃ好きだし、すっごい面白いから、だからうんこっぷは僕のお気に入りの SCP の一つでございます。さて、こんなところで、私コータニウム博士の SCP 財団ツアーのを、終了したいと思います。皆さんも楽しい SCP の世界へ、ちょっと気になった方は調べてみるのもいかがでしょうか。以上、SCP 財団からでした。プキョン。